久しぶりにね、ザギンにやってきました。出た出た、久々ですね。パーカーじゃん。いや、怖いよ。はい、これ切れるの？そう、切れるよ。行くとこまで。なんかおしゃれの事件超えたね。8、20トップアップ。おめでとうございます。久しぶりにね、ザギンにやってきました。出た出た、いやー久々ですね。メンバーの大半がね、ハイブランド爆買いしましょうということで、あ、高まっているということで、高まっとるよ。これ見れば分かるんですけど、おい、買いなのいらない気持ち。おい、買いあさって、でお家で物披露して気持ちいい一日を送りたいと思います。気持ちいいことしようぜ。行こう、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 へこまねえからな、俺、落ち込まねえ。じゃあ、月ちょっと、高めてくんね。俺、ちょっと、今日あんま高まってないから、買わないよ、俺。コレクションができる。コレクション、まあ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 、いいとしてね。あと、買って気持ちよくなれるわ。気持ちいいとかいらないのよ。じゃあ、なんで気持ちいいじゃん、逆に。あ、俺、ハイブラ着てるわ、みたいな。みんな見てる。みんな見てる。それ、めっちゃいいわ。それだったわ。みんな見てる。それだ、みんなが見る。使い物も見てないに見るでしょ。見てるってかっこいいならそれがいい。それがいい。そうか、そうちょろ。この全身で高まらないとか言われても説得力ない。他人に恥ずかしくないようにもうハイブラで固めてきてる。よし、今日何番使うか。15、なんで、なんで、聞いて俺の話、15。楽しいなんだよな、楽しいよ。幸せそうで、何よりです。もうガンガン行っちゃったもんね。行っちゃいました、後で行くね。やはり俺はグッチャーだったようです。そんな強さそうなんだ。あ、なんか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 、誰も聞いてなかった。なんて言った？いやもう、やはり俺はグッチャーだったよ、とかって言ったら、ここがずっと行ったりして。グッチのブティックと、ビートンに行きたいと思います。イェーイ。帰宅。帰宅。やー、お疲れ様でした。すごいな。いやー、いい。よかったわ。すごいな。はい、じゃあ、ラッキーさんからね、紹介しましょうか。まあね、俺40万この間ね、なんか、独立してたようなもんなんで。独立してねえか。ちょっと頑張ってるわ、俺だって。買う気なかったんだけど。まあ、飛ぶかどうかはこれからのリモート。そうや。いつか返済されるから。頑張ります。買う気なかったのに、やっぱね、ああいう店行くときね、気持ちよくなりたくなっちゃうよね。わかるね。なるほど。入るよね。そう。だから82,000円。ポンポンじゃん。かわよ。かわよい、かわよい、かわよいなって見せて。あ、背中もね。マジで。ランドスケープね。黒が欲しかったまず。パーカーかスウェット系のなんかトレーナー欲しくて、バッテンじゃないっていうのは逆に。なるほどね。そう、例えばバッテンですよね。で、このね、黒にこの黄緑の映え方。そう、ポイントのこれ可愛い釣りがね。緑似合わないって言われてましたよ、誰かに。なんか本当は緑の蛍光買おうかなって悩んで、まあなんか俺の隣この真ん中の顔でけえやつに、お前は似合わないって言われたから。絶対似合う。似合うね。俺似合うな、今日は。俺だったら似合う。似合うよ、お前。強い強い。バスガイ企画出たかったんよ、俺も。確かにね、初めて。ありがとう、気持ちいい。実はね、実はこれもなつきさんをコアなの。オフホワイトね。俺オフホワイト今ハマってて、なんかこれも店ちゃんと食べた。買ってないじゃん。おーとかやんねえと、お前意地悪みたいな。お笑い苦手だから。そうなの。注文行きますか。買ってないっけ。僕も買いましたよ。あ、それか。アイテム。もうアイテム。これを爆買い結構待ちきれずに前日に買ってしまったので、このラインが入ってますということで。はい。可愛いこれ。すげえ。いいね。ぐっちゃんぐっちゃん。いや、ちょっと僕も待ちきれなくて。やばい。僕も待ちきれなくて。めんどくさい。入った。僕も待ちきれなくて、このオフワのなんかこのアウターみたいなやつ買っちゃったんですよね。後ろ見して、後ろ見して。はい、こういうでね、さつきさっとね、説明しやすいんだけど、この緑の文字書かれてるとか、この半分からこのね、ブラになってボケてるっていうのがね、ここが可愛いっすよね。あ、そうね。ここがおしゃれなんですよね。そう、俺もこれもそう。
すぐ待ちだ待ちだ待ちだ。そうなんだよ。それいくらするの？15万です。バカ野郎。俺だけ？お前。本当だよ。待て待て待て。待ちきれなかった。3週間待ちきれなかった。待ちきれねえのは今日買ってねえやつが言うことだから。そう。今日も買ってんだよ。確かに。まあ一旦置いといてね。大江さんの方から聞きましょう。はい。まあまずは僕はもう当然のことがファイトです。はい。大好きなんでね、前から。白のパーカーです。はい。で、この銀座店しかないこのね、ランドスケープ、このね、限定です。銀座店限定、銀座限定のやつ。そう、だから、価値が高い。タワーもタツキのもじゃ限定の。そういうことです。これが大体、決まったな。で、まあ全然余ってるから、これだから、まあキャップも買っちゃおうと。じゃじゃーん、お二人キャップ。はい、これ35,000円ね。おい、これね、なんすよね、俺は。なるほどね。今も来てんじゃん、ほら。そうそう、一緒一緒。はい、ぶつ取り。はい、終わり終わり。今のはぶつ取りじゃなくてぶつ取りや。これで終わりじゃないんです。なに？こっち行きまして、一人ぼれたやつがあるんです。なんて、なんて一人ぼれしてる。違うでしょ。グッチ行ったら狼と目が合っちゃったんです。グッチのあの喋りにくいさ、高級な感じのところでバカおもろいこと言って大爆笑かっさらう。これが65,000円です。うわ、いいじゃないそれ。攻めたな。いや最高だね。買い物気持ちよし。両金一覧だし、僕のこれも15万ぐらいですね。さっきやったからさ、両金言ってなかった。あ、なるほどね。さっきわかんないかもしれない、言わないと。ああ、そうだね。わかるでしょ、GAC だから。そうせん。あ、いや、そんな真面目な感じだね。これがちょっとあれだ。これがこの危険なタツキの男。これは怖いでしょ、怖いでしょ。問題の男がちょっと一人いるんで。やべやつ。何の問題でもないです。問題でしょ。だって、これ2個全部ターボンなんだよ。そういうことだよ。まあ、そうなっちゃったけど。総額5万いったら没収な、どっちか。なんか、バカ、どこでも見つかる。1点目です。じゃじゃーん。ファンキを買いました。気持ちいいよ、これ。めっちゃ気持ちいい。これ枕にしたら最適だよ。やめろやめろ。これエグいぜ。やめろ。ただの赤いズボンじゃなくて、ちょっとフェルトっぽい生地できて、めちゃめちゃレアな色じゃん。そうそうそう、ピンクの間でしょ。そうそう。で、なんといってもこの横のラインのね、この G の主張の強さ。うわー、 GGGGG ですよ。リオのスタイル。これいくらですか。これはあの17万です。17万。で、あの靴を買いました。おお、はい、出た。うわー、やべー。はい、出ました。王様か。すごいな。かっこよくない。めちゃめちゃかっこいい。うわ、かっこいいの。はい。このローファースタイルなのにスニーカーなのね。そう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 。だからそこがスニーカースタイルでポップになってます。だから結構いつでも着れる。あの、カチさんがちゃんといるリーダーなんですよね。ハチ、かわいい。ポイントはもう全部買いましたね。はい、以上です。いくらよ。3万とかか。意外と安い。なんか安く買ってきた。バカなんだよ、やっぱ。だから痛めんだよ、お前。次、一番欲しかったやつ。まだあるんですか。こちらでございます。え、なんだ。毛布で。毛布じゃないです。ブランケット。ブランケットでもないです。まあ無理もない。ポンチョです。ポンチョ。ポンチョ。ポンチョに着るような。そうそう、これ着れますから。これ着れるの。そう、着れるよ。行くとこまで。なんかおしゃれの事件超えたね、お前。いや、なんか、いや、普通になんか新しいジャケット買ったりとか、新しいやつは買おうとも思ったんだけど、普通だなと思って。思考がパリコレなんだ。参考にあれね、着てるやつちょっとインスタ載せてください。そうだね、もう、いや、全部インスタ載せるから。はい。まあ値段なんだけど、14万とか。14!? これに最高の10からと思って。総額だから、前回買ったオフコアとかも含めると60万とかはいっちゃってるかな。いっちゃう。60、やばい。やばいやつ。今回大輝とリボンはちょっと野球用品買いたいということで、後日 STBC かなんかのチャンネルで買ったものは紹介しようということで、8、20、60、15ですから100万突破。おめでとうございます。バカ言っちゃった。もう何のがすげーやつがいる。半分以上持ってて。前回だってせいがすぐ使ったじゃん。60。そのお前次60、お前が使ってる。そうだそうだ、言っちゃった。でもだ、こんな感じでね。まあ我々スタジオはね、服の方も大好きなので。大好き大好き。これちょっと今日着たやつ、皆さんにあのインスタグラム載っけてもらいますので、はい、下に概要欄にありますので、ぜひ皆さんインスタのフォローよろしくお願いします。お願いします。
ークでもね参考になったら皆さんチェックしてみてください。はい、コメントでね、このブランドどこですかとか聞いてくれたら優しいお兄さんたち教えてくれますから。9割グッチだと思います。多分ね。また、みんなでお仕事頑張って爆買いしていきましょう。はい、ということでチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。次俺靴下のグッチ買うわ俺。強っ。